塩田弘明君公明党の塩田弘明でございますこの夏の参議院選挙で初当選をさせていただきまして今日が実は私の初質問でございますこのように質問の機会をいただきまして先輩の先生方に感謝を申し上げ質問をさせていただきたいと思います今日は記録的な 豪雨をもたらしました台風19号などによって、各地で甚大な被害が起こりまして、現場の農家の声をもとに、今日は質疑をさせていただきたいと思います。冒頭、今回の一連の災害で被災をされたすべての方々に、心からお見舞いを申し上げます。それでは 質問に移らせていただきま,すまず、今回の台風災害に対する農業共済の対応について伺います。農林水産大臣は10月24日、本委員会冒頭の発言の中で、収入保険、そして農業共済について、災害への備えとして活用できる施策を 現場へ十分ご理解いただけるよう努力をしたい、このようにおっしゃいました。10月27日に、私が現地調査にお邪魔をいたしました、栃木県の佐野市、足利市、えー、農業ハウスの方々からは、農業共済について、まあ、残念ながら混乱と、まあ、誤解もあったんだと思いますが、対応が遅い。 え、そして正確な情報が伝わってこない。このようなま声をお聞きをしま、十分な理解がま浸透しているとはま思えないのではないかま、その感じた部分がございます。佐野市のいちご農家の方はま12月の収穫に向けてま、今年は今までで最高のスカイベリーの苗ができた。と収穫を。 楽ししみにしていいたた矢先の浸水被害でであったそうでございます落胆された姿を私は忘れることができません。丹精を込めたブランドイチゴの苗を泥まみれのまま放置しているのがつらいと、このように嘆きながら、これでこのハウスからの収入はゼロ、共済金はいつ支払われるのかと、見通せない先行きに対する、 不安の声をお聞きいたたししました国庫から女性事業である農業共済にはともかく損害評価を早くしてもらい、共済金の早期の支給を望みたいと思います。農業共済の十分な理解が浸透する取り組みについて、農林水産省がどのようなお考えをお持ちか。 ままずお聞かせいいいたただきたいと思います大変われわれの努力不足については痛感いたしております、私も被災したところではです、ね、必ず随行者に収入保険、共済のパンフレット、ビラを持たせてです、ね、お渡しをして、こういう内容なんですよと言ってもです、ね、若い後継者でさえです、ね、初めて見ましたと。 で収入保険に至ってはです、ねまああの、掛け金が4割安くなる、まあ、90%基準ですけど、70%までの保証でよければ、4割安くて済むんですよ、いろんなメニューを設けて、加入しやすくしたんですが、そんなこと初耳ですというようなことも、ついこの間の日曜日に言われましてです、ね、非常にあの残念な思いをいたしました。ですけど、やはり現場がどういう内容であれば、加入促進につながるのかっていうですね。 ことついにその制度のブラッシュアップが必要だと思っています。それで共済金については、ですね早期の支払い、これ、基本だと思っています。早く払ってもらわないと、ですねなかなか年を越すのも厳しいということがありますから、査定支払いについては急がせたいと思います。収入保険については、ですね入ってらっしゃる方もいらっしゃいました。私私の地地元元もも実は被をやらられたたんんででですすすけけどどに、まあ、私地元に1日しか帰っってないんですけど行ったらですね 2人とも私の友達の農家で1人は収入保険に入っている1人は入っていないとで入ってない人はもう入っときゃよかったと後悔してましたけども3月31日の年度末までやらないと締めがないとですね支払いができませんのでやはり年を越してしまうんですよ収入保険の場合は支払いがですがこれではなかなか厳しいのでですねえ利子が全くつかないつなぎの融資をですねきちっとさせていただいて収入保険自体が支払われるまでの間はですねその 無利子の融資によってつな、ね、いでいただくようなことも考えておりますので、次の先生にもです、ねえー、いろんな方に、えー、分かっていただく、お手伝いをしていただければと思います、よろしくお願いいたしありがとうございます。しっかり対応をお願いをしたいと思います。今、大臣から収入保険についてのお話がございましたが、私も収入保険について、農家の方からお話を伺いました。 収入保険に加入をされていた方からは、本当に助かったと、入っていてよかった、このような安堵のお声をお聞きいたしました。しかし、その一方で、自分には掛け金の負担が高い、もしくはそもそも内容がよくわからない、野菜価格安定制度と収入保険が選択制だと知らなかった、このような まだまだ十分に理解をされていない方々の声も多く伺いました。足利市のトマト,のト,マト農家の方に限ってはですね、50人の組合員の中で、実は2人しか収入保険に入っていなかったとっいうお声も聞いて、とても驚きました。来年1月から掛け金の安い安い価な 新しいメニューの収入保険が始まることは、まあ、十分承知をしておりますけれども、やはり今、大臣からもお話があったとおり、収入保険の加入者が伸びていないということが、まあ、大きな課題であるというふうに思っております。現時点における全国の,加入保険のあ収入保険の加入実績、加入実績と、まあ、加入を促す具体的な取り組みについて、大臣に改めてお伺いいたします。 東大臣、えー、初年度であります元年のです、ね、加入実績は、8月の末現在で、対象となる2万3000体に、これはあの青色申告をしている農業者とか、条件でありますから、ありますけれどもこれは44万9000人おられます、それに対する加入率は5%というのが実績でございます。ですから、私はあの農水でも申し上げましたけれども、災害は決してチャンスではなくてです、ね、これはもう災難ですから。 あのこの機会にとかこれ,こ,のこれを後期としてとかいうことは絶対に言いませんけれどもしかし今回ですね、まあ、入っててよかった先生もご指摘いただきました例えばあの果樹園の方でも入ってる方はいらっしゃいましたそういう方については9割ですからよかったとで,ですから入ってない人はもう中にはですね一番お気の毒だなと思ったのは米のならしと就任保険と迷っていてならしをやめて どうしようかなと思ってたら、やられちゃって、はさかいきで両方入ってないんですよ、江藤さんという人もおられました、ですから、いいものを作ったというふうな自負が、農林水産省としてはある部分がありますけれども、しかし、使っていただけない、ご理解いただけない、現場に浸透しないということであれば、ないのと同じだという意識を持ってです、ね、これからしっかり取り組ませていただきたいと思います。塩田明君 次に、収入後の米に対する浸水被害の保障について、改めてお伺いをいたします。午前中に、上院委員からもございましたが、今回の台風被害では、収穫、脱穀を行った後 JA などに出荷する前に、自宅の倉庫などに保管をしてあった米が、浸水被害に遭ってしまった例が、やはり私も数多く見てまいりました。 私が訪れた、例えば佐野市の農家の倉庫にも、大量の米が浸水をしたまま放置をされている状態でございました。稲刈り前の水田、補場に土砂が流入した場合には、その被害は農作物共済で保障されますけれども、今回はその保障対象にならない、こういうことであります。しかし、平成27年の台風18号の 絹川氾濫の際の対策には、翌年の営農再開に向けて、農業者に対する支援策があったと記憶をしております。政府は近く対策パッケージを決定するとのことでございますが、保管をしていて、浸水をした米に対してもやはり大臣、何らかの支援をお願いをしたいと思います。この点についていいてかかがででございますでしょうか 江藤大臣、はい、あの先ほどもちょっと申し上げましたが、あのこの場で申し上げたいんですけれどもあの、ルール上申し上げませんが、ご期待に応えるようにしたいというふうに努力をしてまいりました、それからの一つだけ追加させていただきますとです、ね、ご自宅で浸水されてです、ね、自主的に廃棄されちゃった方が結構いらっしゃるんですよ。ももう小住んであればです、ね、こればここだけのものがが被害にあったっていうことが もう視覚的にも確認ができるんですが、もう,もうすでに自分の判断で廃棄してしまったとっいう場合もあります、そういうものについてもです、ねあの、私は確認可能だと思いますので、そういうものも確認していただいてです、ね、もう捨てちゃったから諦めるということではなくて、それについてもです、ね、あの審査がまとまったら、それの対象になると考えていただいて、申請をいただければというふうに考えております塩田博明君、えー。ありがとうございます。えー 廃棄したものについても、救済の余地があるという前向きなご答弁、大変にありがとうございます。次に、ハウス内に大量に流れ込んだ土砂の撤去についてお伺いをいたします。できることはすべて実施するとの総理の英断に基づきまして、10月29日、激甚災害の指定が行われたところでありますが、 電畑に大量の土砂が流れ込みまして、甚大な被害を受けた農業者は、何をどこからどうやってどうすればよいのか、私が伺ったときも、本当に悩んでおりました。やはり変わり果てた農地を前に、今なお、途方に暮れている状態でございました。27日に足利市ででお会いをいをたたしましま親子2代で アススラガをを栽培しししていいいる方にお会いをいたしましたま特産品の足利美人、50棟のハウスで栽培をしているという方でございました。非常に大きなところで栽培をしております。幸いにも、ハウス自体はほとんど損壊がなかったんですけれども、濁流の流れる向きの影響でですね、 50棟すべてのハウスの中に、大量の泥が流れ込んで、まあ、堆積をするということが起こっておりました。要するにアスパラガスは全滅をしておりました。そういう中で、営農再開に向けて、泥の撤去を始めておりましたけれども、ハウスの形状から考えますと、とてもユンボのようなものを入れられない。 重機の活用ができないということで、まあ、家族数人で、しかも手作業で泥をかき出しておりました。ボランティアの手を借りるわけにもいかないということで、まあ、やっと3等分の撤去を終えたところで、私はその場で膨大な土が積み上げられている現状を見まして、その農家の方は、このペースで一体いつ終わるんだと。 先行きに、まあ、安端たる不安を抱いておられました、まあ、とても個人の営農の範疇で、復旧ができるとは思えない被害状況と私は向けられました。農業ハウス自体が壊れていないと、まあ、こういう例でも、まあ、泥や土砂の撤去について、まあ、いわゆる災害復旧事業などですね、何らかの支援策はないのか、 農林水産省の見解をお聞きいたします、はいえー、横山局長、はい。ご説明申し上げます。えー、河川の氾濫などによりまして、農業用ハウスの中に流入した土砂の撤去に関わる支援ということでございます。えー、2つの事業がございます。あの1つ目は今、先生からも、委員からもご指摘がございました、災害復旧事業でございまして、えー、市町村等が事業した委員となりまして、 土木的な工事によって農業用ハウス内の土砂撤去を行うというものでございます。また、災害復旧事業の対象とならないという場合でありましても、農業用ハウスの再建・修繕を支援する、強い農業担い手作り総合支援交付金の被災農業者支援型によりまして、委員ご指摘のようなハウス自体は壊れていないけれども、土砂だけを除きたいという場合も含めまして、支援することが可能でございます塩田博明君。 あ,ありがとうございます。ぜひ、えー、早急の対応を含めてよろしくお願いを申し上げます。えー、今回の一連の台風被害から、えー、離農防止、営農再開に向けて、農林水産省として大臣を先頭に、マフサット・農林水産省サポートアドバイスチームを派遣をし、迅速な被害の把握や、早期復旧を支援していることは、まあ、私も十分承知をしております。 各種の対応策など、次々と制度を整備することは当然といたしまして、肝心なことは、その有益な情報が不安を感じている現場の方々に、いち早く行き渡ることが必要ではないでしょうか。そうでないと意味がありません。どうか大臣、被災された農家の方々が、明るい希望を持てるような、 今一度、力強い復旧に向けたご決意を伺えたいと思います江藤大臣一連の災害で、昨日現在で3000億を超えてしまいまして、3007億円という数字に今なってございます。ですからその、どんなに国が支援をしても、それから地方自治体と力を合わせて支援をしてもです、ね、やはりマイナスなんですよ、メンタリティーとしては、もう元には戻りません。 まあ今、ハウス内の土の話もされましたけれども、いろんなやり方がありますが、やっぱりそのダメージは確実に心にも農地にも生産基盤にも残ります、それから農機具等を再導入すると言ったって、オーダーしてすぐ来るわけではありませんので、やはりこれから東北なんか特に雪のシーズンが近づいてきております、ですから、会食するにしても、農地の手を入れるにしても、ですね来年の春、 ちゃんと営農再開作付けができるような状況になるべく降雪は来る前にですね戻すことはとても大切だと思います先ほど上先生からもお話をいただきましたけれどもやはり被災された方がですね希望を持つということはなかなかその希望までは届かないかもしれませんがしかし折れそうになってた気持ちがですねよしもう一回頑張るぞと。 いう古い立つような内容にはせねばならないという意識を持っておりますので、15号を基本にして対策等は一度発表させていただきましたけれども、それにさらに踏み込んだ内容にして、27年の上層のときのですね数字もしっかり踏まえた内容にさせていただきたいということでやってまいった次第でございますろ田ひろあき君、はいえー。次に、都市農業についてお伺いをいたします。 先日、東京都の農業祭が行われまして、多くの若者も参加をされていて、非常に都市農業について、次の時代に向けての対策も必要であるなというふうに私も痛感をいたしました。都市農業については、東京や大阪、埼玉県など、都市部には生産緑地としての指定されている農地がございます。 例えば、東京都内にも、平成30年12月末現在で、約3074ヘクタール、東京ドーム約650個分もの生産緑地が存在していると言われております。2022年に生産緑地の約8割が、最初の指定から30年が経過するため、実態への買い取りや、 転用売却が可能にににななりり宅地並みに課税されるようになります、えー、もう時間があまりございませんので、えー、生産緑地が生まれる背景メリットについてはあまた改めてお伺いするといたしますが、まあ、そのことと合わせて近年自然災害が頻発をしておりまして、えー、都市農業の農地っていうのは災害時に避難場所 でであったたりりまま仮設住宅の用用地ととしてててもも活用できるいいう点についても今注目をされておりますそこで、今後も営農を継続できる特定生産緑地について、やはりもっと周知をしていく必要があるのではないか、このように考えております。制度を作っても、やはりこれについても知られていなければ、その制度というのはないのと同じではないかというふうに思います。 2020年、22年をです、ね、間近に控えて、計画的な保全のためにも、農家の方々に周知、森がないよう徹底すべきと考えます。そこで具体的な農地の活用、また周知方法について、大臣に伺います伊藤大臣あの、ご指摘のとおりだと思います。ここれだけ災害起こりまますとと、ねま、ず避難場所としての 意義は大変大くございますし、それからあの午前中にお話しいただきました、その子どもの頃からの脳、ね、というものに触れる体験の場としてもです、ね、都市近郊にある農地というものは、極めて教育の場としても有効に活用されるべきものだろうと思っております。もう昨年の9月にです、ね、都市農業の対策の円滑化に関する法律、これがここか通過しておりますので、生産緑地は貸しやすくなっているというふうに承知をいたしております。 この対策を行っても相続税の猶予,猶予がその継続するように、えー、税制改正を行うことによってです、ね、都市農業の一層の有効活用を促していきたいというふうふに考えておりますとにかくあの周知が足りないその特定生産緑地制度についてです、ね、周知が足りないということは農政全般について言えることなんでありますけれども特に3074ヘクタールというと、まあ、広いようで、まあ、そんなに多くはない。 なのでありますから、その有効なものについてです、ね、あの農協や自治体の方々ともしっかり協力をして、説明会等も開いていきたいというふうに考えておりまじゃあ、質問を終わります。ありがとうございました 山田敏夫君